府中市障害学習センターは東京都府中市浅間町一丁目七番地にある総合学習施設である。いつでも誰もが学習できる環境づくりをコンセプトに施設は本胸宿泊施設とスポーツ施設に分かれている。宿泊施設では地上4階、地下1階建てとなっており、地下1階は地下駐車場や音楽室。1階は食堂やアトリウムなど、 2階は図書館や行動、研修室など、3階は工房や美術室など、4階は宿泊所となっている。スポーツ施設では地上3階建てとなっており、1階に体育館やトレーニング室、2階に温水プール、3階にギャラリーがある。生涯学習センターではルミエール府中とともにボランティア活動が盛んで、2004年から活動をしている。 遊学の会など様々なボランティア活動が行われている。AB 府中市障害学習センター。府中市障害学習センター。2019年12月13日閲覧。ABCD 障害学習センター施設概要。府中市公共施設マネジメントモデル事業検討協議会。2019年12月13日閲覧。公共施設カルテ。 府中市行政管理部建築施設課。2019年12月13日閲覧。ありがとうございます。